よし。で、はあ、これね、こうやって、ここを一マス、長い。長いかも。長い了解。うん。だから、うん、奥だけ削ればいい。OK。あ、俺がミスってるな、多分。で、まあこっちも大丈夫でしょ、多分。うん、そしたらここまで来たら一回無限水流作ります。はい、よろしく。ここだね。はい、失敗してね。水ないよね、きっと。なくなっちゃいました。この場合は、ね、この場合は、この場合はこれで降りましょう。はい、これ水取っていい？これ水取っちゃダメ、絶対。オッケー、登れなくなる。これ登れなくなる。オッケー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 。とりあえずまた水取り行こうか、これで。ああ、失礼失礼、大変大変失礼。うん、水取った石、丸石足りるかな、足りる。俺今14個。14個、いや、うん、ちょっと丸石掘り行くか。いや、あるか。掘りは行かなくていいかな。丸石に代わる何かでいいか。どうせそんな見るもんじゃないし。丸石に、アガンとかでもハーフブロック作れんだよ、多分。ああ、オッケー、大丈夫だ。A 型殺し来たわ。まあ A 型殺しにはなるね、正直。まあでも見えないところは。シャカ君はしご登るの早くねっていうか。ん？なんか特殊なことやってる？いや、なんだろう。コントロール長押ししてるぐらい。音が早いんだよな。怖え。あぶね。よいしょ。ガラス残ってるっていうか。ない。ここ最終的に塞ぐから。オッケー。後で焼くか。うん。砂はあるか。砂は下にはある。あ、つか俺持ってる。オッケーオッケー。ただ燃料がないかも。ロビンクに渡すわ。はい。あれ、俺対角線に置けばいいんだよな。うん。技。待って、ちょっと待ってて。ね。ごめん、シャカ君、一マスミスってる。これ。一マスミスってる。もう一個短くする？ガラスのところに水が届くようにしといて。あ、ガラスで止まるようにすればいいのか。そう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 。オッケー。あ、オッケー。これはちょっとパワープレイで。ここも長かったな。は？水なくなったんだけど。あ、何回かすくってれば大丈夫。出てくるよ。ここも長えな。え？何これ？このバグね、めっちゃよくある。こうするか。これダメ。やっべ。あ、こうかな。あれ？
なんかダバダバ流れてね、下に。それはここのエレベーターの水流の話だね。ちょっと、ああここのボトいて。めんどくせえな。ここ手前のやつ取る？手前のやつ取れる？うん、これじゃねえかな。え？ナイスナイス。あ、これでいいのか。あ、ここは合ってんのか。ここは合ってる。じゃあ、これで何をしていくかというと、はい。落ちるよ。大丈夫それ。一応ここ足場とかにしといた方がいい。で、何するかっていうと、これ、うん、同じ箇所に2回水垂らします。で、綺麗に流れるところを作る。ああ、なるほど。なんだこれ。多分ね、それね、ハーフブロックの間に水が。でもこっちの方が安全じゃね？なんだこれ。なんかね、表からこれ真下に置いたら、見て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 。これあれなんだよ。多分これで下に流れてんだよ。で、これあの側面の壁につけなきゃいけなくなってる。わかる？床に置いたら下に垂れるようになってる。おお、釈迦君。うん。これだけは許せない。バレたか。ああ。これ。だからさ、これさ、こうやってこの辺にいっぱい水垂らしとけばさ。やだやだやだ、無理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 。落下した時にさ。無理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 。逆に綺麗じゃない？意味がわからん、意味がわからん、それは本当に無理。どういうこと？ダメ？逆に綺麗の意味がわからん。いや本当滝みたいにならない。無理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 。もう降りる。降りろお前この船から。早く。いや滝みたいで綺麗じゃん。おい、どうやって潰すんだよこれ。下から見てみ？多分綺麗だよ。綺麗じゃねえ、じゃあ下から降りて見てみろよ。なんだよこれ。あぶね。危ない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 。ダメかな。ダメだよ。なんか全部回収しろ。もう回収不可です。回収不可じゃない。回収すんだ。ロビン君の下見てみ。え、どぎついことになってる。どぎついことになってるの知ってんだよ。水あるね。もう一回水流潰すよ。OK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 O
わ、これ結構あると思うんだけどな。これで救われねえから、ちなみに言うと。あとどこ？あとね、多分ちょロビンク掘るよ。あ、横だこれ。あ、線の横。してこう。あとどこだ？こっち、あ、こっちだけど、こっちは多分最初にあの座れたとか言ってた時がそれになってたんだと思うから一番奥じゃないかな。ああ、じゃあちょっと無限推理作ってて。あ、分かったわ。これ無限推理作っといて、これこうか。さっきミスってたんじゃねえわ。地面に座れたんだ。回収できた、回収できた。オッケー。これで大丈夫か。もう大丈夫じゃねえじゃねえか。よし、じゃあそこ垂らしてもろて。オッケー。で、一旦寝とくか。オッケー。
じゃあここまで来たらここの無限水流を一回壊してで高さを全部2マスの高さに。角はまだいいよね。あ、もう角も埋める？角も全部埋めてっていいよ。で、これができたら今度は足場作り。はいはいはい。足場作りはめっちゃ簡単。もうハーフ敷き詰めるだけ。ほーん。足場ってもうこれが湧きそうなの？ここ湧きそう。ああ、なるほどね。うん、これ下付きにしちゃうとモンスター湧かないからそこだけ下付き？あ？ごめん、何下付きって。ハーフでいいんかなっていうか、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ごめん、これハーフじゃダメだ。これハーフじゃダメだ。ハーフじゃダメなんだ。うん、多分多分だけど。テシュ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 。丸石持ってる？ないんだな、それが。さっき下降りた時もしかして水しか汲んできてないな。せやな。もうす取ってくるわ。いや、だ、大丈夫大丈夫、持ってきてる、持ってきてる。OK、うん、あ、ちょっと待って、あ、ちょっともう植え付きは湧くっていう話だった。こっちだ。植え付きは湧くんだけど、まあ、年には年後みたいな。なるほどね。どうしよう。ちょっと待ってね。ちょっと待って。うん、いいよ。これ開けるんだよね、全部。開ける。オッケー。3人にして、え、これどうやって開けんの？あ、いや大丈夫、先に足。じゃあ丸石敷き詰めてこうか。あげる、ありがとう。2スタックあげとくわ、とりあえず。広さは普通にここで端と端がつながるだけでいいの？そうだね。オッケバケツに水入ってるよね、まだ入ってない。オッケー。さっき水流滑れた時に滑れた。あ、まあ大丈夫だね、多分問題ない。危ない。石なくなった。石なくなった。うん。まあ多分足りないかな。
ハーフなら。あっか、ちょっと待って。で、あ、シャガ君とりあえず、はい、これ、これ任命。えい、これどっち側につけてもいいの？上だね、上につければ。あ、両方つけるのか。そうそうそう。なんかいつも一人で作ってて、うん、全然これで合ってるなとか思ってやってたからさ、うん、いざなんか人に教えながらやるとこんなんだったっけな、完全に違和感しかない今。で、あとは 1、2、壁を作っていくと。なるほど。はい。あ、出す出す出す。壁なんだ ?2 段。うと。はい。壁作る前に、あの、雲の湧き潰しをしなきゃいけないから。ハーフブロックか。そう。ハーフブロックは何個ある ?64。あ、じゃあ。置き方としては、そうだね。2マス置きか。で、間2マス開けてっていう。あれ、こっちも置いていいの？置いていいよ。全面頼むわ、ちょっと。オッケー。やるしかね。え、大丈夫か？降りんのめんどくさすぎる。このトラップタワーはもう二度と作んないんで、あの、覚えておいてください。こういう作り方だなっていうの。ああ、なるほど。これダメな作り方ね。これはゲロ。芸術がない。あ、登るところ、自分が登るところだけ用意しといて。オッケー。そこも登れないから、うん、どっかから足場作って上がって。オッケー。うん、で壊しといてそれ。負け、うん、厳しいな。うん、登るとこは登るとこ、はい、じゃあそこも一段埋めまして、そしたらハーフブロックは残ってるの？42個です。12個。いや、42個です。42個。一応これ追加で渡しとくね。はい、これでここに今度屋根を作っていきますと。ハーフ。ぶっちゃけハーフハーフハーフ。こう上もいる？ここも足場のところ。足場のところはいらないかな。オッケー。あー、でもあるに越したことはない。あるに越したことはない。了解。なんかないんだったらないで、鶴橋ね。あ、ちょっと待って、雲のあれ湧き潰し終わってねえわ。そこら辺崩して登ってきて、砂のところが一番楽なんじゃないかな。オッケー。で、鶴橋持ってるよ。あ、ここ削ってくんね。オッケー。ミスっちゃったから。あ、これか、失礼。うん、え、2つ壊れた。そうそうそう。で、松明持ってる？松明は25。上に刺していくのか。ね、させないはずだから。ああ、足場になってたところあるじゃん。うん、そこに、そこに刺していけばいいかな。それで湧かなくなるのかな、わかんないけど。全然足りねえや、これ。全然足りねえや。丸石47個あるから、これハーフにしたら。これはいい作戦だ。
よし、これ足りるぞ。寝よ。オッケー。あ、俺砂も持ってるから砂を砂岩にしてハーフブロックにもできる。あ、いいじゃん。もうハーフブロックなくなった、もしかして。俺はない。まあ砂どんだけ持ってるかちょっとわかんないけど、100個ぐらい。あれ、俺の作業台なくなったな、どっか行ったな。ほら、俺が持ってるわ。あ、びっくりした。砂岩ってどうやって作るんだ。4つ重ねるね。砂岩にするよ、全部。いいよ。砂岩36個、これ全部ハーフにしていい？ハーフにしていいよ。70個ぐらいできた。俺タイマー置くから一回渡すわ。足りねえな。足りなかったら足りなかったで、ちょっと俺が下降りてくるわ。オッケー。この上タイマー置けないもんね。ナイスナイス。置けない。なかったか。ちょっと待った。ガラスも作ってこなきゃ。これ。どっちが村だこれ。砂じゃない方じゃない。おい。その水そのままにしといて。うん。ちょっとマッハで飲み物持ってくるわ。はいはい。作業台ぶっ壊しといていいよ。もう。あざっす。よし、緊急脱出。緊急脱出？うん、ちょっと早めに登んねえと。はあ、あいつら出てくる。だから気をつけてね、これ。はあ、クリーパーとか分かれたらどえらいことになる。ガラスで塞いでないからさ。ああ、そうそうそう。ちょっと待って、剣を装備してから行こう。あ、落ちる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 。クリーパー湧いてたら飛び降りる。まあ作戦としてありだね。ここら辺で湧いてないことを願うしかないんだよね。それで湧いててとんでもないことになったのが、この間ロビン君が俺の配信見てた時のあれよな。ああ、マジでやばい。とか言っていきなり降ってくっからな。シャークのトラプターぶち壊されてたからな。よいしょ。俺もう次ログインすんのマジきちいよ、あれ。絶対足場ねえし。
ロビン君がバタバタ電話切ってくれたから、うん、いやー降ってきた降ってきた、あ、死んだ。高さ的にはあら高すぎた。いやそんなことはないんだよね、低くしてるから。まあいいよこれ。でも高すぎたら地面底上げしちゃったらいいんじゃないか。そうだね、殺傷能力高すぎたかもしれない。高めだね。うん、まあ一旦寝とくって思ったけど違うな。ん？これ暗いだけだよね、上が屋根ついてるから、うん、しちゃうか。うん、俺ツルハシないんだけど。あ、ツルハシ、ね、ちょっと待ってね。あ、作れるわ。とりあえずこれ、あ、さ、作れるか、持ってるわ。はい、あ、いい子。ごめんなさい、中古だけど。一段だけ高くしてみるか、とりあえず。ああ、怖え、そんな作業今までしたことない。怖えよ。え、大丈夫かな。1段高くするのは、怖え、ちょっと待って、ホッパつなげるから。は？おい、ふざけんなって。殺した殺した、ナイス。これで、おお、これで、ホッパーがこうしてこうして、お、こうしてこう、あ、そこつけるんだ。で、合ってるかこれ、合ってる、合ってるね。合ってる。これ乗るときちょっと。ここからやれば、おお、ああ、いけたいけたいけた、いいわね。うん、できたんじゃねえか。あっ、あっよしよしよし、まあ、作り方としては結構特殊だけどこれ。あ、でも上から見たら綺麗なトラップタワーじゃん。下からだった。あ、まあ下から見たらね。あ、ほぼ一発だし、なんかこの間のより精度いいかも。なんでだろうこれ、高さ相当低くしてんだけどね。なんだろうね。ちょっともう一段欲しいな。ごめん、俺ガラス持ってね。うん、あの足場をもう一段高くしたいから。ありがとう。ああ楽だ。あ、めっちゃいい。まあ多分もう1マス近づいたらクリーパー反応して爆発するから、そっから一生叩き続ければ OK 大丈夫これ。あ、クリーパー死んどる。なんだろうねこれ、死ぬ時と死なない時のさ個体値。個体値あるかもしれん。やっぱ収集たまに死ぬな。何やろ。不思議じゃ。あ、水流でジャンプしてるかどうかだって。ああ。ってことはさ、これもう一段高くしたら死なないんじゃね？全部。いいよ。いいか。いいよ。もう一段でも、あ、上げていい？上げちゃ嫌だ。
なんかあの一発で死なないことよりただゾンビが死ぬ方がもったいなく感じちゃうんだけど。よし、このまま行こう。 OK。 めちゃめちゃ死ぬじゃん。いや、ほら、死んでないよ。死んだのか。うん、あ、死んでないよ。死んでないね。賭けしてもいいよ。賭け？次降ってくるやつが死んだら、この次ね、一段高くしてもいい。死ななかったら、このまんま。なるほどね。で、その時は俺作業し、あ、知らなかったけど。あ、これこれこれ。うん。あ、この次でもいいよ。この次でもいいよ。あ、死んだ。高くし、俺作業手伝わないから。あ、オッケーオッケーオッケー。見てくわ。できるかな、ちゃんと。ハーフブロックだけある。うん。ありがとう、ありがとう、ありがとう。多分死なないと思う。クリーパー爆発だけ気をつけて、マジで。オッケー。いって。先にハーフブロック引いた方がいいかもね。そやな。うん。今クリーパー反応してたな。っていうか。マジで。うん。近すぎか。やべ。違う。置き方が違う。置き方があるんだ。うん。ここと、あそこは合ってる。あそこは合ってる。ああ、なんかあの、乳首が引っ込んでたら合ってるのか。そうそうそう。どう置いてんだ、はい、こう。違う。奥から置いちゃダメ。上につけるってこと？最初にチェスト置いた方がいいね。ああ、なるほどね。うん。高さ1なん足りないか？そうだね。で、ここにチェスト。そう。で、これ横邪魔だから、横もとりあえず削っちゃって、1個ホッパー置いてみて、ここで、ここに。これで、チェストの中に繋がってますよと。はいはいはい。で、こっちも置いちゃって大丈夫。こっち？それ向きどうなった？真下向いてるよね。そしたら、今度、このホッパーに向かって、ここにつけてみて。こう。それで、繋がった。でも繋がった。ああ、なるほどね。うん。あ、俺もたまに死んでるな。えぐい脇。あ、でもこれでもほぼ一発で死んでるかも。もう一段高くガラスね、うん。ありがとう。あ、これでも一発だ。来た。じゃあ、ありがとう。お、はい。草肉じゃねえか。飯なくてよ。お、レコード落ちてるわ。まあこれ現状使うところそんなねえから言うて。ほう。地下降りて丸石集めるなりしてここ拡張して。オッケー。うん、ありがとう。
ランマさん1、2、3、これは相当特殊だね。でも1、22か23。嘘、多分ガラスのところだけで1、2、全然わかんねえや。あ、エンチャ付きのやつが降りてくる。ペシッ。まあ、寝て23 22.5 かな、多分これで、このハーフのところで。寝て起きて、鉄でも探しに行って、エンチャテーブル作って。エンチャテーブル作って、水中呼吸作れたらエレベーター作れるね。あは、オッケー。うん。じゃあ、堀に戻りますか。オールモン。よかった、死なずに作業できて。そうね、まあこの先で死ぬっていうのがいつものパターンだから。そうだね、うん。鉄マジねえな、おい。鉄も石炭もマジで不足してる。本棚5個作れた。おい。本棚5個。あと川次第だね。川次第でガンガン作れる。仕事が早い。小麦がね、全然、あ、あるわ。まだあった。めちゃ牛がいるときに先に子供を産ませると子供を切っちゃうのがマジ気に食わなくて、大人のうちに殺しちゃうの。
あ、シャガ君ガラス焼いといてほしい。オッケー。ご入り用で。そうだね。エレベーター作るとき、まあ見栄えの問題です。エレベーター。あー、オッケーオッケー。できとるね。なら今はこっちにも小麦埋めとくか。え？マジ？あつかガラス焼くのにも多分あれだ、石炭いるわ。石炭俺のチェストの中だ、ちょっと入ってるかも。オッケー。あ、本棚もう終わりそう。11個。あ、いや。ロビン君、飯あるよ。めっちゃ肉60個ぐらいあるよ。惜しい。オッケー。ロビン君のチェストってどこだ？この地下から上がったところ？そうだね。石炭なし。オッケー。あ、でもなんかあれの中に入ってるわ。なんか。うん、フィールエレベーター行けるかもしんないから、はあ、作ってみるか。あ、マジで。コンベ取りって、うん、俺じゃあ、ま、掘ってるか。手伝った方がいい、それ。あ、一緒行く。いいよ別に、うん、大丈夫。見なくて大丈夫であれば、まあ見ても別に面白いもんじゃないし。そっか、さすがにちょっと石炭と鉄がなさすぎる。あ、今までできなかったやり方ができるっぽいから。ほう。ルーコン見よう。ルーコン。それ石炭もねえから松明すら作れねえじゃん。うわ、これ後ろの枠の怖いな。でも松明すげえ綺麗に置いてある。すでに既存の場所。よし、
石炭ワンスタックあった。マジで。死亡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 。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。うい。うい。